皆様こんばんは、まいまいです。今回は楽天で買った可愛い文房具を開けていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。今回購入したのはこちらのアジサイアパートメントっていう楽天にあるお店になります。では開けていきましょう。じゃじゃーん。何を買ったかというと、ハンカチとマスキングテープとブロックタイプのメモ帳を2種類買いました。で、まずはこちらのハンカチとマスキングテープを紹介します。これはアドゥミさんっていう作家さんなんですかね。アドゥミはヒンドゥー語で人っていう意味らしいです。で、このロゴも漢字の人っていうイメージですよね。で、アドゥミは日本のデザイナーさんとインドの職人さんたちが出会って生まれたテキスタイルブランドだそうです。というわけで、多分文具ではなくてこっちのこういう布とかの雑貨がメインのブランドなんだと思います。で、これは水玉さんが前インスタライブで紹介してましたね。私はだいたい水玉さんのインスタライブかロフトとかのインスタで情報を仕入れています。あとインスタグラマーさんの新商品買ったよみたいなので情報を仕入れています。めっちゃ可愛い。裏面はこんな感じです。で、柄はこっちから見ましょうか。これは花束の柄ですね。いろんな花の花束がマスキングテープになってます。で、こっちはなんだっけ、ピース、菊みたいな、菊なのかな、どうなんだろう、のマスキングテープになっています。で、こっちがハンカチで、なんかインドでは木版プリントが伝統工芸というか伝統技術らしいんですけど、すごい味わいがある感じのプリント。で、木版プリントは何かっていうと、木のハンコみたいなのを一つ一つ押して作っていくっていう染色技法なんですって。すごいすごいですよね。手間暇かかってそうな感じ。結構大判のハンカチ、見えないめっちゃ可愛いですよね。柄がカラフルでめちゃくちゃ可愛い。サニーデイっていう、サニーデイっていう柄になってます。可愛い蝶みたいな、リボンみたいな感じ、蝶なのかな、可愛い。アドゥミさんは環境に配慮した洗剤とかを使っているのでサステナブルな感じでいいですよね。というわけで、マスキングテープは後で貼っていこうと思います。気づいてなかったけどカードがついてました。かわいい。なんかね、北欧っていう感じかなと思ったんですけど、これはインドなのかな、インドっぽい柄なのかな。インドには全然詳しくないのでわかんないんですけど、あ、これが木版プリントを押しているとこですね。すごいですよね。柄を敷き詰めてる、ハンコでね、間が開かないような感じで押していくの、すごくないですか。めちゃくちゃ可愛いカード。で、次はアドゥミさんじゃないんですけど、同じお店で買いました。こっちがネクタイさんっていう2人組のイラストレーターで、紙物とか雑貨を販売していらっしゃいます。喫茶店っていう柄、これは4柄の各30枚ずつで120枚入ってるみたいです。こんな感じです。で、ネクタイさんは皆さんご存知かと思いますが、最近スタジオクリップでコラボしてましたよね。私買えなくてすごいね、マスキングテープ欲しかったんですけど買えませんでした。で、ネクタイさん、ネクタイさんといえばこんな感じの可愛い絵、可愛いというかおしゃれっぽいというか、なんか特徴的な絵を描いていらっしゃる作家さんですね。多分これは表紙なので、次からがスタート。11時の喫茶店、お昼前って感じ、待ち合わせ前的な、待ち合わせで来る前みたいな感じで、次が3時プリンアラモードを食べてる絵と、次が4時お茶してる感じで、次が6時めっちゃ大きいパンケーキを一人で食べようとしているで、また11時って感じです。かわいい。クリーム色なので、なんかおしゃれに使えそうなメモだと思います。では次は同じブロックメモのシリーズかな、深川愛子さんっていうイラストレーターさんの作品ですね。
フラワーゲートっていう作品です。もう見た感じめちゃくちゃ可愛いですよね。裏面はこんな感じです。これも4柄各30枚入りですね。見ていきましょう。そうで、これが表紙なのでこうやってめくるのかな。まず最初にお花、背の高いお花と星がいいですね。星があるのが。で次が鳥さん、めっちゃ可愛い。メモ用紙としても書くスペースがたくさんあって使いやすそう。で3枚目が色違いではない、1枚目とはちょっと違いますね。こんな感じで、最後の柄がこれも可愛い、丸いフレームっぽい、草が丸く飾られているメモになります。可愛い。2枚目との違いはこんな感じです。可愛い。大きめのメモなのでいろいろ書けていいなと思います。それではマスキングテープをノートに貼っていきたいと思います。はい、ひとときノートに貼ってきました。ちょっとハンコの裏抜けは気にしないでください。はい、これがピースっていう菊っぽい柄ですね。一箇所だけ黄色がついてたりついてなかったりする。これは一個一個普通にシールみたいに使えていいかなと思います。でね、このでこっちの幅のマステは他にもたくさん種類があって厳選して1個だけ購入しました。で花束の方はこんな感じで6柄あります。これめちゃくちゃ可愛いですよね。楽天でずっと売り切れてたんですけど再入荷したので買ってみました。めっちゃ可愛い、パステルっぽい花束ですよね。でこのピースのシールが同じ花なんですよね。でこっちのマスキングテープで出ている柄がこの花束の花に使われてたりするんですよね。なのでこのマスキングテープと花束のマスキングテープをお揃いにして使うのも可愛いなと思います。こっちの花は3柄なんですけど、こっちの花束は6柄も入っていてすごい豪華な感じですね。はい、というわけでマスキングテープはこんな感じでした。早速購入品を使ってデコってみました。まあデコっていうかちょっと貼ったりしただけなんですけど、めっちゃ可愛くないですか。私の家計簿に使う予定のリフィルなんですけど、すごい可愛いマスキングテープ。でこのフレームは以前紹介したマインドウェーブさんのフレームステッカーを使ってます。枠の中にシール貼らないとか言ったけどめっちゃ貼ってましためっちゃ可愛い。でこのマスキングテープすごいね、なんか薄いっていうかこの背景が薄いのですごい馴染むんですよね。マスキングテープ貼った感あんまりなくないですか。かわいいかわいい。これはテプラで貼ってます。裏の菊みたいなピースっていう柄もこんな感じです。これもすごいかわいい。黒い線で結構太いから主張するんですけど、線画っぽいのでサブでもメインでもって感じの柄ですね。すごいかわいい。結構大きいので普通にシールっぽく使えるかなと思います。でこちらがブロックメモを使った、まあデコっていうか貼っただけドーンって貼っただけ。でもめっちゃかわいいね。可愛くないですか。貼っただけでめっちゃかわいい。このマスキングテープはセリアですね。かわいい、なんか森っぽい自然っぽいデコ。裏は何もなかった。でこっちがネクタイさんのメモ、めっちゃ可愛い。これアサネルさんのマスキングテープなんですけど合いますよね。雰囲気がちょっと似てるから合いますね。可愛い。これはユハクさんのマステです。裏はこの前紹介したミッフィーちゃんのマスキングテープを貼ってみました。これも粒で使えてめっちゃ可愛いですね。であとなんかね、もうすぐ使いたくなっちゃうんですよね、買ったものは。今日のウィークスにもデコりました。かわいい花束はね、もう貼るだけでめちゃくちゃかわいいです。あんまり LINE 使いはしないかもしれないんですけど、一つ一つ貼るのがとってもかわいいなと思います。であとほぼ日のオリジナルですね。なんか MT じゃないから、 MT が出してるやつじゃないからちょっとね質感がマスキングテープ
ちょっと珍しい感じのザラッとした感じかなになってます。可愛いですよね。何にでもあってすごい私のおすすめです。もっと種類欲しくなっちゃいました。可愛い。でさっき紹介し忘れたんですけど、このメモブロックの紙が結構ね、紙がすごい分厚くてめちゃくちゃしっかりしてるんですよね。メモ帳では全然ないです。もうどっちかというとメッセージカード寄りの分厚さ、まあそこまでではないんですけど、メッセージカード寄りだと思います。メモ帳よりはすごいしっかりして厚みがあってめちゃくちゃいい紙だと思います。で他にもほぼ日オリジナルの方にネクタイさんのブロックメモ使ったりとか、深川愛子さんのメモ使ったりとかで、すごい一気に華やかになって可愛いなと思います。購入品のデコはこんな感じです。はい、というわけで今回楽天で購入した可愛い文房具の紹介は以上になります。見ていただきありがとうございました。概要欄にリンクを貼っておきますので、もし気になるものがあればチェックしてみてください。私にしては今回はあっさり動画だったんじゃないでしょうか。どうかなというわけでまた次の動画も見てくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。